はいはい、続きやっていきますね。どうしようかな。ダブルドラゴンやりますかね。ファイナルファイトに続いてのね、よく似たゲームですけどね。これも好きなんですよね。そう、今、トラスが引き継いでるんですよね、ダブルドラシリーズね。これもう一回ね、前にね、実況プレイやったことあるんですよ。イージーでやってみますか、今回ね。まあいいや、クレジットゼロでいいや。あ、残機も増やせんの、これ。コキじゃ、コキでやりましょう、じゃあ。ゲームオーバーになったら終わりにさせてもらいますんで。ワンドラゴンゲーム、ダブルドラゴンゲーム。あ、これもいい、できるんや。これは、だから、二人用で、疑似二人用で遊べるってことですよね、言うたらね。これはいいね、画期的ですね。一応ね、二人用なんですよ。コンピューターが戦ってくれるというね。あれ、違うのかな？あ、違うか。あ、違うな。コンピューターがやってくれるんじゃないのかな？違うのか？あ、違うんやね。じゃあいいや。もう一回やります。1P ダブルドラゴンゲームやから、そうだと思ったんですけどね、コンピューターやってくれるんだと思ったんですけど、こっちがね、2人用だと思うんですけど、こっちは1人用のダブルドラゴンだから、そう思ったんですけどね、なんで動かなかったのかな。はい、じゃあやりますか。かなりゲーセンにね、かなり近い移植になってるんで、アーケード版にね。付き合ってできるんですね。アボボ出てきたボス。バットの振り方おかしいですよね。真横すぎるんですよ。あ、やられた。やばい。ああ、逃げられた。ああ、死んだ。これがボスですね。これが一面のボスですね。さっきのアボボよりは強いってことですね。うわ、やられた。
おい、強いな。必殺技ですね、今の。うわ、ああ、もう死んだ。イージーに出動するの忘れてたんちゃうかな。ノーマルノーマでやってるな。でも英語ですね。はい、2面。いや、1面でも1面で3機死んでるからな。かなり。あ、増えた。よかった。残機増えましたね。しまった、追ってもうたかな。おい、落ちたら一発でこれ死にますからね。わ、下にボスがいる。うわ、二人もいるやん、あれが、アボボが。うわ、やばいやばいやばい。うわ、あれ一発で落ちたら終わりなんですよ。強いわ、このゲームは。いい位置でやればよかった。あー、やばいやばい。あー、もう死んだ。これ最後の一気ですね。あー、ゲームオーバーや。いやー、むずいわ。ちょっと待って、もう一回もう一回。イージーでやろう、イージーで。今のノーマルやったからな。残機5機で、はい。これ、ダブルドラゴンゲームできないのかな？これ、一人用のダブルドラゴンゲームですからできるはずですよ、これ。コンピューターがやってくれるんですよ。もう一つね。動かないよな、どう考えても。これ、それとも、全員倒すまで見てくれてるのか。あ、動かないよな、一切。これひょっとして交代してやるってことか、自分で。あ、これじゃなくて。どういうことやろうな。二人を操作するってことかな、一人で。多分そういうことやろうな。サバイバルゲームってやってみようかって。あ、こういうやつか。一人で見たら、限られた体力でどこまでいけるかってことですよね、これね。
あ、今出た。まあ、ファイナルファイトよりね、このあれですからね、ダブルドラゴンが先ですからね、こういう感じのベルトコアアクションゲームとしてはね、こっちが先なんですよ。もともとはね、テクノスジャパンのクニオくんが一番最初なんですよね。ネクスコーがクニオくんね。で、ダブルドラゴンが出て、で、ファイナルファイトが出たんでね。だからファイナルファイトが代名詞のように思われてますけどね、ダブルドラゴンの方が こういう感じのゲームとしては先駆けなんですね。うわ、アブも出ちゃった。あ、やばい、やられた。あ、まだか、まだ大丈夫。あ、終わった。ゲームはですね、はい、はい、